日韓現代杯 F2 A 級決勝メンバーのインタビューをご覧ください。2日目は思い切っていきましたよね。もうはい、先行してそれでまくられたらいいやぐらいのつもりで走りました。決勝ではどう戦っていきますか。はい、岡田くんが頑張ってくれるっていうので番手回らさせていただきます。この位置、責任のある位置ですね。そうですね、はい、責任重大です。ラインで確定板乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。さあ、2日目は準決勝戦でした。3番手キープから最後はまくりを追い込んでいきましたが、いかがですか。そうですね、ちょっとラインで決められなかったんですけども、まあ勝ててよかったです。決勝での戦い方はどうなりますか。明日は静岡の後ろ回りたいと思います。先頭の菅原選手のイメージどうでしょうか。まあ頑張ってくれると思います。静岡勢の後ろからチャンスあれば突っ込みたいと思います。応援よろしくお願いします。初日のレースでは6番手あたりからまくっていきましたが、いかがでしたか。そうですね、普段あまりまくり打たないんですけど、いい感じに出ました。決勝での戦い方はどうなりますか。まあ、笹地さんと北2人なんですけど、優勝取れるように頑張ります。長いラインの岡田選手のところや4番菅原選手のところもありますが、どうでしょう。まずはやっぱ自分の力をしっかり出し切ることを考えます。優勝取れるように頑張ります。応援してください。対戦相手として同期の岡田選手やそして佐藤選手います。どう見てますか。みんな強いんで、まあ、自分が一番下だと思って、はい、挑戦するつもりで頑張ります。どのあたりに注意して。そうですね、まあ、関東勢が4社ということなんで、まあ、そこをとりあえず注意しながらも、佐藤さんもまあ突っ張りもいろいろあったりするんで、まあ、全部気をつけて組み立てたいです。積極的なレースをするので皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。決勝での戦い方はどうなりますか。そうですね、関東で並べるみたいなんで、はい、それまた再度長井君の後ろで、はい、このラインの先頭岡田選手になりそうですが、イメージどうでしょうか。そうですね、僕もまだ高級一場所目なんでよくわかんないですけど、そうですね、まあ、長井君盛り立てて頑張ります。準決勝戦を振り返ってはいかがでしょうか。まあ、上出来です、はい。決勝はどの位置から戦っていきますか。今日と一緒で佐藤君に全部任して、はい、まあ、佐藤君が好きなレースやってもらえれば番手で頑張ります。よろしくお願いします。この立川のバンクイメージどうでしょう。結構成績はいいと思うんで好きです。関東の並びはどうなりますか。あ、僕がラインの先頭で頑張ります。どんなレース考えてますか。まあ、とりあえず力出し切れるように頑張りたいと思います。中山選手はどの位置から。そうですね、関東で並ぶらしいんで4番手を固めて頑張りたいと思います。そして立川はまあよく走らせてもらってるんですけど、まあ、直線が長いんで追い込み屋には有利なんで好きなバンクですね。となるとチャンスも十分ですよね。そうですね、でもまあ前が強いんで4番手固めて離れないようにしっかりついていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。準決勝戦は菅原選手との連携でした。ついた感じはどうでしたか。そうですね、強いって聞いてたんですけど、まあ、初連携だったんですけど、まあ、信頼してちゃんとついてきました。決勝での戦い方はどうなりますか。あ、もう一度同系の菅原君の後ろ回りたいと思います、はい。どのようなレースを期待されますか。いや、もう彼が力を出し切れるような競争してくれた2人に、ちょっと岡本君にもチャンスあると思うんで頑張ってもらいたいです、はい。それで難関でワンツースリー目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。